前、俺に聞け。帝国軍のクルーザーがどこを。はい、どうもニノです。今日もスターウォーズバトルフロント2していきたいと思います。途中参加とはいえゴール間近か。大地が、おースターファイターサルト行きますか。まあまあ、まあ、でも170結構削られてはいた感じか。タレットを削って、え？誰かおるんか。タレットを削りたかったのに。タレットを削りたかったのに、下にシミターが張ってる感じか。なるほどね。結構狙われているから、ブロッケードランナーもしっかりと。打った方がいい気がするね。速攻してる。寄る。いいぞ。ワイウイングが爆撃で成功した。ナイスワイウイング。下ループでいいと思うんだよな。結構まだこのエクスウィングが止めてるのは不思議なくらいだ。まずはシールドジェネレーターを少し来てるから、そしてスターデストロイヤーを攻撃する。細いとこ抜けれない。これ細いとこ抜けれなかったっけ。クルーザー結構やられてるから、急ぎたいね。もう一台にクルーザーももうやばいね。シミターが火力でしっかり撃ってたから、作戦目標意識の高い敵が。ブロックエンドランナーが2隻ともやられた。だよね。マジか。Xウィングボロボロなのか。頑張ろう。まあまあ厳しそうですな。爆撃機もやられている感じがする。もう持たない。あんまりあれなんだよな、味方があんまりしっかり削ってる感触が鈍くない。みんな戦ってる、ひょっとして戦ってるな。ならむしろあれなんだよな、目標をカットしに来てるカイロレンと戦ってほしいところ。そのまま行け。やめろ。怒られました。残り一つだけども位置が悪い。狙われてるな。 7% だから突破はなんとかできそうだけど、次のフェーズきつそうだねこれ。ミサイル撃てんかったか。みんなやばいぞ。しっかり削らねえと。ナイス。シールドが消えた。ナイス。少し待て。情報を
スキャンする。タレットを壊してポイントを稼ぎ、次のヒーローシップに備えたいところ。システムをやられた。あ、いや、この辺大丈夫ね。いろいろ考えれば悪くない状態だ。タレット壊してこう。134、結構厳しい。かなりの迅速な攻撃が。迅速な攻撃が求められています。これで終わりだ。ナイス、いいね、いいね。シールド消滅。よし、全火力をリアクターに集中しろ。どこだっけ。時間は限られてる。どこ、うろうろしてた。倒したが、残りはまだまだだ。痛くない。痛くない。サイズに口足分かんなかった。ヒーローシップ開かないね。そうだね、ちょっと急ぎてえけど射程外なんだな。敵のシールドが戻った。接続部を狙った。よし、頑張ろう。開かないね。よし、この戦いはこっちがもらったようなもんだな。本当ですか。まあ、若干不安残りますけども。順調に推移はしている。よ。リアクターは剥き出した。シールドが戻る前に全力で攻撃しろ。予想通り。五分ですね。まだ五分。奴らに王手をかけた。王手はかけたかもしれん。本当は何なんだろう。チェックメイトって言ってんのかな、英語版だと。スターデストロイヤーのリアクターを破壊するまであと少しだ。何か使えませんか。開かないね。ポイントは十分。結構遠くから抜けんだね。いいよ。いいぞ。またブロッケードランナーやられてんのか。よし、ラストだ。シールドが消えた。この隙にリアクターを狙い、シールドが回復する前に急ぐんだ。あと 6%。 この目はいただいた。味方強すぎてヒーローシップ開かなかったね。この政権における帝国軍の支配は緩んだ。結構敵も綺麗にカットしてきてたけど、なんとかなったね。まあそうだよね、味方ずっと乗ってた感じするもんね。
若干第二がギリっぽかったか。そうだよね。だいぶケルムーブしてたもんな。はい、というわけでね。まあ、なかなか厳しい戦いではありましたが、なんとか勝ててよかったんじゃないでしょうか。というわけで今回はここまでにしましょう。ご視聴ありがとうございました。また見てねー。とはいえだよ。ハンラン軍のブロッケードランナーが突入してくるぞ。すぐに迎撃しろ。ナイス。賞賛に値する腕だ。これもいけるか。言うて削られてはいるな。それじゃあ、あとは花火を楽しもう。防衛部隊の被害甚大。防衛部隊の被害甚大。クルーザーを一石失った。残りは守り通せ。なるほど。言うて厳しそうだね。いいよ。行け、援護射撃だ。まあまあ厳しそう。あと 5% か。まあ、言うて22まで削れてるのはかなりでかいが。この機を逃さずに殲滅しろ。ブロッケードランナーを一石落とした。やるね。これブロッケードランナー落としたら終わっちゃうの。うん、勝ったね。この施設に手出ししないだろう。うん、そうだね。ちょっと強すぎたかもしれんな、味方が。というわけでね、まあ少人数戦だよな。まあ何か話をしようと思って、他にもかかわらず試合が短かったということでね、ここでお知らせがあります。なんと、誕生日でした。ということで、今回はここまでにしましょう。ご視聴ありがとうございました。また見てねー。